よーい、はい。で、奇数は真ん中までキックダッシュね、水中キックダッシュで、真ん中からは水上でのゾンビキックね、手をブラーンとゾンビのようにあの床にね垂らして抵抗つけてダッシュしてます。はいはい。でまっすぐやで、こう90度ね、90度やで、手は90度ね、90度、そう、手は90度ね、はい。手90度やで、90度、何してんねんって、はい。手90度やで、90度、そう。90度やで、90度、はい。はい、手下に90度ね、90度にしない意味ないで、ゾンビキックは。90度ね。はい、手ブランド下げる、そう、これね、はい。はい、はい、みんな両手上げて、はい、沈んでる、はい、これで、はい。はい、はい。で、偶数は、ラスト10メーターからダッシュしていって、で、そう、プッシングね。洗濯物はたくような感じで、太ももまでしっかりとダッシュではたいてあげるね。で、これによって水の中の牡蠣を鍛えていってるんで、はい。はい。あ、10秒間隔でいいからね、10秒間隔でいいから。はい。はい、水中キックのゾンビキックね、はい。で、このあの、水上キックが遅いと、スイムの時に活かしにくいんで、はい。はい、真ん中まではアンダーウォーターね、あのアンダーウォーターで鍛えていって、手ブランドして、はい、そう、ゾンビキックね、はい、はい、そう、はい、はい。停止したんやで、はい。はい。で、バックの人はああいう片手ね、片手上げたキックとか、両手上げたキックで、はい。はい。しっかりプッシングやで、バトルロープの要領で、そう。水の中の牡蠣を鍛えていくんでね。はい。はい。